こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ね、ゆうべというかね、もう日が変わったよね、帰ったら。はい、そうです。ね、もう最終飛行機なんだろうな、あれはね。はい、うん、9時半か。うん。ね、で、11時に着いて。うん。で、うん、そうだね。電車乗り継いで帰ってきたんだけどね、はい、そうですね、うん、まあ、あの子供たちにはね、いつもこうね、あなたの実家は三重だし、うん、私の実家は札幌だし、うん、まあ、結構ね、あちこちバタバタ、うん、あの引っ張り回してなんか申し訳ないような気もするんだけども、うん、まあ、札幌の父もね、うん、もう80過ぎて、うん、まあ、高齢なので、まあね、ちょっと何かあった時にはこうなるべく帰るようにしてるんです ね、うん、ね、まあ、今回はちょっと筆談のね、うん、こともあったし、うん、父のこともちょっと気になってたので子供たちも連れて帰ったんだけども、ね、まあ、キエなんかもね、今日頑張って学校行ったわけですよ。ちょっと遅れちゃったけど、うん、もうキホなんかもバタン急なわけですよ、うん、なほんとね、親としてこれがいいのかどうか分かんないんだけども、まあ、親が一生懸命頑張って仕事をしている背中を見てもらって、うん、感じてもらうしかないかななんて子供たちに対しては思ってるんですけどね、うん、そうだね。だからこの、はい、本当に1週間っていうのはさ、うん、なんていうかな、ギュッと詰まったな。そう、なんかずいぶん前、なんかね、ついこの間までひろと君と一緒だったって思いもあれば、うん、なんかもうずいぶん前のような気もするんだよね、うん、これ面白い感覚だね。なあ、うん、また本当ね、うん、すぐにでも会いたい感覚な。そう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 、今日なんか言ってるよ、いなくて寂しいなって。そう、だからひろと君翔やん依存症になりそうだみたい な、 ないなくて寂しいって。そうだよな、うん、まあ、まあそんな感じもするよ本当、うん、まあ、それぐらいの1週間で、まあ、今年はまだ2月半ばでしょ、うん、1ヶ月半なわけさ、うん、ね、だけどもなんかもう1年分ね、エネルギーを使い、うん、そのなんてお返しとしてもその何十倍ものエネルギーもらったな、たくさんのものもらったっていう、そんな感じがするし、そうだね、あ、人との関わりも、うん、一気にドーンとね広がったよ ね、 広がったしね、ありがたいね、うん、ひろと君の作品展に関してはこう皆さんね、フェイスブックにいろいろアップしてくださって、うん、よかったっていうお話であったりとか、うん、作品展終わったんだけども、その後もねぜひ協賛させてほしいとか、あとひろと君のね、うん、絵をぜひ購入させてくださいって言って、あ、まあ、今うちが窓口に、ね、なっているので絵を購入させてくださいっていう、うん、お問い合わせがね、うん、こう何件か入ったりして、うん、本当にありがたいね。やっぱ彼の才能をね認めてくれてるってことはすごく嬉しいし、そういうことだよね、うん、これも米森さんと相談しながらね、皆さんの声に応えていきたいと思うし、うん、まあ、缶バッジを作ってほしいとかね、あの時ほら来てくださった方には、うん、メッセージカード書いてくださったら缶バッジをプレゼントしたんだよ ね、うん、そうだね。これもダーツの大野田さんのね、うん、ご配慮で、うん、と作っていただいてやったんだけれども、まあ、要は行かなかった人が、うん、それ見てほしいって言って、そうだね、それもねぜひ、うん、でこの作品展は今回だけに終わりにしないで、うん、もう本当に彼の作品はねずっとたくさんの人に見てほしいので、うん、やりたいんですよ、うん、来年も再来年もその次も。そういうことだよね。やっぱそれには正直お金かかるからね、うんうん、そう、うん、だからその資金のためにもちょっとねひろと君のママと相談しながら、うん、協賛を募り、うんうん、準備をしていこうと思います。1年がかりで準備していこうと思います、うん、販売もねもちろんしないとね、はい、うん、だからね、大事なことはさ、うん、まあ、オフィス小原田、ね、うん、我々がやることはさ、うん、まあ、もちろん株式会社だからな、そうです、当然利益っていうのはもちろんです、うん、重要なことで、はい、非常にその利益の上がるようなシステムというかプランというかね、うん、そういうのを作りながらだけど、うん、だけども本当にその根底に流れていくものがさ、うん、本当にこうなんていうのかな、一つには、まあ公約もそうだ、うん、リホちゃんもそうだ、うん、ひろとくんもそうだ、うん、あといろんなたくさんね素敵な仲間がいるわけだけど、うん、まあ、彼らは障害を持って、うん、重度の障害を持ったりしてる、うん、で言葉が出なかったり体が動かなかったりする、うん、だけども、うん、彼らには本当にもうピュアなこう意志とか、ね、うん、があり、うん、感情もあり、思いもあり、うん、ということね、うんうん、その辺をさやっぱり知ってもらうっていうのが一つのね、うん、なんていうの、目標というかね、うん、あるわけだよね、うん、でこれはねやっぱりね何度も言ってるけどね、自分自身がね、うん、それを知ることによって、うん、彼らと接することによって、うん、大きく大きく変わった。そうだね、うん、どんなね、いや、うん、こういうことあれだけどさ、うん、どんないいセミナー受けるよりね、うん、
はっきり言ってね、うん、変わったね。ああ、かもしれない。うんうん、もうだから本当そういう感謝してるし、うん、だから自分が変わったものだから、うん、まあみんなが同じように変わるとは限らないけれど、うんうん、同じような思いでね、うん、大きな変化を、意識の変化を起こしてくれる人もいるだろうしね。うん。うんうん、で、自分が幸せになれるんだよ。うん、そういうふうに変化すると。うん。うん、ということ、うん。そういうふうなことをさ、うん、やっぱり発信していきたい。そうだね。そう。それからもっとね、うん、まあ、ひろと君ので言う、なら、彼は家族というものをね、うん、大事にしたいっていう思いがある。すごいある。うん。それから地球ね、うん、だからあのタイトルとしてね、うん、みんな家族、うん、ね、地球は僕の家という、うんうん、あのタイトルつけたけどさ、まさにあの彼の絵を見てるとね、うんうん、もうその、動物たちが、うん、ね、仲良くしてるというね、そう、うんうん、そういう絵だからな、うんうん、だからそれで本当にこの今のこの今のなんだか、騒がしい地球がさ、そうだ ね、あちこちで争いが起こったりね、そう、うん、ね、あの誰か言ったのは何だっけ、こう、海外でね、うん、活躍する人はそのあのバッジを全部つけると、ああ、ね、いいよ ね、それぐらいで、うん、やっぱあの絵にね、そういうメッセージ性があるわけよ、うんうんうん、だそんなことで、ね、そういうことをね、うん、発信していく、伝えていくということをね、やっぱりこう我々のミッションとしてね、うんうん、うん、なあ、あの本当に2人だけのさ、うん、ちっぽけな会社、そうだ ね、いいじゃん、本当に家族だけの会社なんだけどさそうだよ、だからもう子供たちも総動員だよね、そう、うん、だけど思ったよね、なんていうの、いろんな人にお願いするのもいいけれど、うん、まあ、まずは家族という一つの単位でやれることを動いてみる、うんうん、ね、だから、やれることをやる、うん、ね、その少ない人数あるいは資金もそうだし、うんうん、やれることをやると我々がね、うんうんうん、そうするとね、うん、やっぱし本当にこれは、引き寄せの法則じゃないけれど、うん、応援してくれる人が現れてくるんだよね、だからやっぱり、まあ、例えば我々が言い出しっぺであり、うん、核として、うん、動いてみると、うんうん、それによってこの一つの小さな渦を作ると、うん、その渦に、うん、まあ、乗ってきてくれる人がいるわけだからさ、ね、うんうん、まあ、そういう流れだろうな、っていうかこの流れしか私たちにできないのでね、そうそう、だからあんまりそん な、うん、なんていうの、大行なこともできないし、大きなことをさ、大風呂敷はね、うん、まあ、広げるのはいいけれどね、うん、うん、まあ、そのなんか広げただけでなんかやった気になるような、うん、そんなことしてそんな風になるとさ、うん、うん、まあね、せっかくのね、そう、こういういいご縁がさ、うん、もったいないね、うん、そうそうそう、もったいないからね、みんなが生かせるようにね、そうだよね、あとあの札幌でね、キヨが、うん、あの筆談をね、うん、させていただいた、うん、その私のお友達からまた連絡いただいて、うん、まあ、私たちが帰った後、まあ、まるで本当にね、あのお父様がすごい表情がね、うん、もう楽しかった余韻が残っているような感じで、うん、まあ、嬉しかったってことと、うん、あとその次の日、月曜日だよね、うん、あのお仕事の帰りやっぱりね、ちょっと行ったんだってお仕事の後、うんうん、そしてね、油断やったんだけど、うん、ちゃんとね、昨日はとても楽しかったってね、油断でお話ができたって、すごいね、いや彼女はすごいわ本当に、うん、そう、でもそれは本当 ね、うん、よかったね、だからなんか、うん、ふっとつながる瞬間がある、その瞬間を彼女は掴んだんだよ、そうだね、私たちが言ってるその何時間かの間に、短い短い時間の中でね、キホ、うんうん、が急になんか分かんないけど、皆さんね、筆談ができるようになった人、うん、急にこうなんか浮かんでくるとかって言うじゃん、そうそう、うん、なんかあれがまさしくこうつながった瞬間なんだよね、うんうん、そうだね、それを彼女はそのわずか何時間かの間にしっかりものにしたの、うん、そうだよね、これやっぱりお父様と彼女 の、 その結びつきの深さ、うん、そうだね、お母様の愛情であったりとかさ、うん、もうその3人の思いがもうギューッと詰まったものが、うん、あの何時間かなのにこうパーンと弾けたんだよね、うん、本当だね、うん、なんかそうやってね、お父さんと話ができましたって、うん、なんか喜んでもらえて、ね、あ、お父さんも嬉しいわな、うん、いや、うん、お父さんやっぱり、まね、彼女も帰ってくださったんだけども、その前の日、明日北澤さん来るんだよったら、もう半年ぶりにうなずいてくれた、こう帰ってね、うん、やっぱりまるでこう分かってて待っててくれたような、そんな気がします、3年間だからな、うん、だからね、ラリルレオの魔法ね、うんうんうん、リホちゃんは22年間、うん、ね、本当に言葉のない20年間だよ、20年間、柴田先生に会うまで ね、 そうそうそう、その間本当に言葉のない、ね、うん、人とコミュニケーションできない、うん、ね、
お母さんはね、うん、信じてくれたけれど、うん、他の人はね、他の人とはなかなかね、うんうん、というふうな状況の中で生きてきた思いがあの詩には書かれてるじゃん、うんうん、だからあれねぜひそのお父さんにね、ね呼んで聞かせてあげてほしいんだよね、うん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 、多分分かると思うね、もちろん、うん、体験者だからさ本当に、うんうん、ただ彼女がかっこちゃんのブログとかね白雪姫プロジェクトの、ねうん、僕道の映画見に行ったりとかしたことを、うんまあ、ベッドのそばでお母様と話をしたりしてるのを全部お父様聞いてるわけだよね、うんでいつかって多分きっと思ってたはずなんだよ、うんうん、そうだねそれがちょうど私たちだったんだよねそうだね、うん、かっこちゃんの子供も出たもんなお父さんのそう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 だって立社とのほらそうだ、うん、松尾さんとも会ってるしそう会ってるから、うんまあ、映画の話はいろいろ聞いてんだなそうだから彼女が喋ってること全部お父様が、うん、そうだよねだって私たちがさベッドのこう後ろの方でさ、うん、こういうこと聞いてってのも、うん、全部お父様の声を拾ってらっしゃったからそうだねねえすごい人間の能力ってすごいなと思う、ねえだから本当ねこの1週間で、うん、本当にいろんなことがあって、うんうん、なんか充足感あるよねそうね諦めないということね絶対諦めないそうだねやればできる、うん、そうだな、はいうん、まあ今日から日常にちょっと戻ってねそうですね頑張ります、ね、そうだね、はい、あとそれとひろとす君の講演会作品展の講演協賛いただいた方とかあと寄付をいただいた方のご報告もうちょっとお待ちください、はい、今日から頑張ってやります、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。